アンコールっていうのはもうちょっと時間が経ってから出てくるかと思いますけど、私がさっと出て、あ、呼び込んでないのに入ってきたな、まあいいです、構いません。私が早く来たのには2つの理由があります。一つは鳴り止むのが怖いから、そしてもう一つは終点で帰らなきゃいけない遠くから来たお友達が何人かいるからであります、ね。もう帰られた方もいらっしゃるかもしれません。そんなこんなでございまして、アンコールはねやるんだね、あの曲を。ではいでよ人当たり、このビームスフレックスミュンヘンの多大なご協力により今後会が成功できたこと、そして、お客さんを誘っていただいた多くのお友達、あ、俺には多くのお友達がいるじゃないかということで、ちょっと音合わせて僕の話聞いてないですねいいんですよね、ありがとうございます。今日はあのなんかマーチン・フェンダー・ギブソン・ギブソン・フェルナンデス、めいめいで勝手に喋るのをやめてください選手にこういう人がいつもいるんだと思われるとせっかくまた見に来ようかなと思ってる人が来なくなっちゃいますからねあとマイクを通したのにすごく遠い声でしたねそうですね、オンマイクみたいな通り、いくよ、大作戦の掛け声がですね、三の丘が入って、さっきちょっと聞こえてきたと思いますが、あれ熊本とか九州では三の丘が入って言ってまして、それを全国のみんなが三の丘が入って言うようになってくれて、それがブレイクするとかある静かになったところでお客さんを見つめるとその人があ、いけないって言って三の丘が入って言うような仕組みがいつの間にかできちゃうっていうのがありまして、それを、この曲でもありますので、もしタイミングが合いそうな方は3のが入っていってます。先生のが入とか一生の生とかと同じような意味です。いくかね、 OK、 ではギターからお願いします。はい、行きましょうか。行きますか
違います。